で今僕がその発信に対して、作品の発信に対して大事だと思ってるのは、何を誰にどう発信していくのか。音楽ももちろんそうなんだけど、その発信の仕方にさえオリジナリティというか、自分たちの意思が乗っかってないとなかなかこう見つけてもらえないし、ディープに好きになってもらいづらくなってきてるっていうところがあるので、例えば一つ YouTube チャンネルを一緒に番組を作っていく中で、一つ一つアーティストと向き合いながら作っていけるような曲、ステーブルチャンネルにしていけたらいいと思ってます。はい、そういうことで、ステーブルチャンネルとバズゲートミュージックの説明を、させてもらったんだけど、ステーブルチャンネルに関してはもちろんね、あの音楽に限らないで、いろんなジャンルのクリエイターと、一緒に番組を作るような場所になっていったらいいなと思ってるんで、まあ、例えばイラストだったり、さっきも言ったけど映像をクリエイターだったり、まあ、ゲーム作ってるとか、ゲーム配信やってますみたいな、なんかいろいろね、アパレルだったりとか裁縫とか、自分でもね発信できるし、発信やってるけどどうしたらいいんだろう、もっとなんかいいやり方だとか、いいクオリティ、高いクオリティで上げたいんだけどどうしたらいいかなと思ってる人は、ぜひね、一緒に番組作りたいなと思ってくれるんだったら、僕らも一緒に、作っていきたいなと思ってるんで、そういうね番組一緒に作りたいっていう人をなんか募集していく流れにしていこうかなと思ってるんで、ステーブルチャンネルもよろしくお願いします。で、この番組、バズゲートミュージックに関してはブルーミーエンターテインメントが発信する、まあ考え方だったりとか、今年できたネイビーフロアの、状況とか出来事とか、まあ、もちろんプッシュアーティストとかもね、いろいろ紹介していこうかなと思ったりして、であとはまあ、メインは基本的にはゲストを呼んで、その人の人となりだったりとか、やってきたこと、夢だったりっていうのを聞いていきながら、その人のことを好きになってもらったりとか、例えば音楽業界に入りたい人だったら、その人の仕事のやり方だったりとか、きっかけみたいなのを聞いて、あ、そういうんだったらちょっとやってみたいかなっていうような、なんかその夢の始まりのを作れるような、なんかそういう回をメインで発信していきながらね、もうここからちょっと、まあ去年コロナとかになって、音楽業界とかライブハウス含め、まあ、悲しい出来事、辛い出来事、悔しい出来事がすごく多くなってしまった。でもまあそこから元気になっていきたい、元気にしていきたい、もっと盛り上げていきたいっていう気持ちを強く持って、このチャンネルがもっともっと面白くなったり、あとはやっぱりそのコミュニケーションをもっと取っていけるようにしていきたいなと思ってて、僕らが発信してただ受け取ってもらうだけじゃなくて、その見てくれてる方々から質問を受けたりとか、意見をもらったりとかしながら、それに対して討論していくっていうこともやっていって、なんか一緒に作っていけるような、あの番組にしていけたらバズゲートミュージックいいかなと思っているので、ここから末永くもし見てくれたら嬉しいと思ってます。はい、ということで、第1回目バズゲートミュージックこれにて、終了なんですが、まだまだわからないことだったりとか、初めましてなんでね、伝えたいこともたくさんあるので、ここからどんどん動画上げていこうと思っているので、ぜひ、ご視聴いただけたらなと思っています。ここから、いろんなねことが巻き起こることを僕も期待しつつ、僕が考えていることだったりとかもどんどん発信していきたい。もっともっとね、マニアックなことだったり、ニッチなことだったりも説明していって、なんかきっかけになったりだとか、コミュニケーションのきっかけ、出会いのきっかけを作っていきたいと思っているので、バズゲートミュージック、まあ、ステーブルチャンネル、これからよろしくお願いします。ということで、第1回目、終了といたします。見てくれてどうもありがとうございます。これからよろしくお願いします。ありがとうございました。またね。ネイビーフロア店長の斉藤隆です。よろしくお願いします。あれ、俺10年バンドここまでやってきたけど、こんなに知り合いないぞっていう、もう本当に音をディグって、こことここやったら絶対楽しそうとか、すごいイメージが膨らんできて、仕事って感覚がなかった。